やっほー。皆さん、こんにちは。SK48 12研究生、愛知県出身、中学2年生、14歳のみゆびむこと、長谷川みゆびです。よろしくお願いします。イェーイ、こんにちは。はい。ちょっと久しぶりのショールーム配信となります。お久しぶりでございます。元気でしたか？私は元気でしたよ。元気でした。ちょっと最近練習とかしてて、なかなか配信とかできてなかったんですけど、こんにちは。皆さん元気でした？あ、元気？あ、よかったよかった ね、めちゃくちゃ久しぶりな感じがします。おうちゃんが卒業発表して泣き晴らしてます。あ、そうですよね。昨日桜花さんが、チーム E の末永桜花さんが卒業を発表されたんですけど、私もびっくりしました。卒業しちゃうんだと思って。そう、こっちゃん大丈夫かなって 思いました。そう、桜花さん推しだからね、こっちゃんは。こっちゃん大丈夫かなと思って心配してるんですけど、大丈夫そうかしら。ね、なんか卒業発表とかが、なんて言うんですか、卒業発表とかが多いよね、なんか。ちょっと寂しいよね。でもまた13期の子たちが入ってくるから、楽しみですね。こっちゃん寂しがってたね。あ、寂しがってた？私はブログを上げた時点ではまだ多分発表されてなくて、そう、私はメンバーさんのブログを見るのが好きなので、いつも見てるんですけど。大丈夫かしら。でもやっぱり寂しいですね。みやびちゃんがいてくれてるので自分はなんとか大丈夫。それは良かったです。良 かった。良かった。ありがとうございます。でもやっぱ寂しいよね。長谷川先輩になるとか。そうです。私は長谷川先輩になります。なるはず。一応先輩になるんですよ。13期の子が入ってきてくれたら。なので、すごく楽しみです。はい。なんか長谷川さんみたいな、みやびさんって呼ばれたことがないので、小学校の時とかもさ、低学年の子、自分よりも低学年の子には、みやびちゃんとか呼ばれてたりしたからさ、さんって呼ばれることなかなかないんですよ。だから、どうしようね。どうしよう、慣れてないかも。なんて呼ばれるんだろうね。ビームさん？ビームさん ビームさんなんですか？もうちょっと原型をとどめてないですよ。ビしか合ってないよ。25歳に長谷川さんって、そう、もし25歳の方が入ってくるなら、私はすごい年下の先輩になるんですけど、どうしよう、本当に。なんか、どうやって接すればいいのか分かんないよね。そうだよね。なんか多分最初一緒にレッスンとかするときに、私たちもそうだったんですけど、自己紹介みたいなのがあるんですよ。最初11期の
まだ11期生の方がまだ先輩先輩のん11期生の方がまだ研究生だった頃に一緒にレッスンをするときにお互いになんか自己紹介みたいな挨拶みたいなしたんですよ。でなんか私たちも一緒にレッスンするとかなったら自己紹介とかするかもしれないからどうしようかなと思ってて、なんかどうしようみたいな、本当になんか照れますよね。しかもなんか後輩じゃなくて自分たちが先輩だから、なんかそのなんていうのなんかどうすればいいんだろうね、本当に挨拶の仕方みたいなね。なんかおはようございますとかお疲れ様ですとかもさ、どうやってすればいいんだろうみたいな。最初にオラミヤビよろしくなんでいこう。ちょっとざわつきますねその場が。今12期はどうしたのミヤビームってなるし、13期の子たちはなんか思ってたんと違うってなりそうなりそうですね。まあでも私は大丈夫なはず。フレンドリーなタイプだから、で自分で言うのなんですけど、初対面の人とでもすぐに仲良くなれるタイプだから多分大丈夫だと思うけど、昇格したらキャッチフレーズ言えるじゃん、なんて言いたいかって考えたりしてないかな。なんかたまに考えるんですけど、なんかどうしようかなみたいなどうしようかなみたいな、まだ何も決まってないのに。そうだから、なんかでもミヤビーム、なんかビームを使うべきかどうなのかと思って、なんかちょっとまだわかんないです。なんかあんまりそういうのを考えるセンスが多分ない多分ないです。どうしようかな、なんかどうしようどうしよう。ビームは武器になるから使わないとダメだよ。そうか、やっぱ武器って大切ですね。そうどうしようかな、ビームどうしようかな。初期のキャラは大体後悔するからそうなのかもしれないけど、どうしようかな。昇格したら考えればいいんじゃね。そうですね、昇格したら考えようかね、な今考えてもすごい楽しいけど、昇格して考えるのが一番いいかもしれない。そのいつもしいつ昇格するかわからないから、そのなんていうの、それがもう本当に何年後とかだったとしたら、もし何年後っていうかもう何ヶ月後だとしたら、もう私変わってるかもしれないじゃないですか。なんかそのなんていうの、なんか今の感じはなくなってるかもしれないじゃんなくなってるかもしれないじゃん。だからだからまた昇格したら考えるかなって感じ。イヤビーもあっさり捨ててたりしてどうなんだろうね。ミヤビームはもしかしたらですけど今のうちかもしれないよね、わかんないけどね。そうまだわかりませんまだわかりません。それはミヤビ氏もしかしたら激変してるかもしれないよ、わかんない、わかんないですけど、そんな未来のことなんて誰にもわからないからね。そう。でも変わってなさそうですね、私は。なんか変わってなさそう変わってなさそう。
永遠のミヤビームでいてください。でも永遠のミヤビームはミヤビームだと思います。そう、ミヤビームは大切なニックネームですしね。ミヤビームっていいニックネームだなって最近思う。いいニックネームですか？でもよかった、嬉しいです、ありがとうございます。響きが、響きなんか、でもなんかあの美、あの一番最後の言葉に美とかさついてるとさ、そのスッとなんかスッとしたニックネームになりません？なんかミヤビームみたいな。どういう、多分ちょっと言ってることがわからないと思うんですけど、ミヤビーチパラソルで、そう、そんな感じで、その言葉と名前をつなげるみたいな、そういう、なんかわかりますか？なんかそういうスッとした名前になりません？ミヤビームってきっかけって何だったんですか？ミヤビームのきっかけはですね、私はゼストミュージックスクールで特待生をとして活動させていただいてた時期がありまして、 SK48 に加入する前、本当に前本当に前っていうか、 SK48 に加入する前は特待生として活動していたんですけど、その時にあの一緒に特待生をしている子から、なんかミヤビだからミヤビームだねってあの言ってもらえたので、それをずっとではない、 SK48 に入ってから使ってます、ミヤビームって。ミヤビームってだから大切なニックネーム。特待生ってどれくらいの期間活動してたの？どんぐらいだろう、1年ちょっととかです。で多分ダンスとか歌を習い始めたのもそのスクールに入ってからなので、だからあれかな、ダンスとかお歴は1、2年、今3年目みたいな感じです。ちょっとベテランかもしれない。ベテランかもしれない。成長剤でミヤ BM もという薬があります。すごい、もうほぼミヤビームですよ。ほぼミヤビームじゃん。じゃあもしね、もしあの皆さんがもしそのお薬を見たら、まあ、ミヤビームって思ってください。あ、ミヤビームで腸を整えてくれるんだみたいな感じで思ってください。はい、そしたらちょっといいんじゃないでしょうか。いいのか。でもすごいね、本当に偶然ミヤビーム、ほぼミヤビームですね。大富豪のサイン入り T シャツが届きました。わー、ありがとうございます。そう、サインを書かせていただきました。 T シャツにサインとか書くの初めてだったので、もうすごい大変だったんですけど、ちょっと文字がねカクカクしてるところとかもあるかもしれないんですけど、ちょっと許してください。そう、まだ慣れてなくて。リーナちゃんは特待生の先輩になるんだっけかな。そうです、リーナさんは特待生の先輩、しかも SK の中でも先輩です。もちろんです、これは。あのでもリーナさんと特待生の時にお会いしたことはなくて、なんか入れ違いで入ったみたいな感じで、だからあのスクールになんか張り紙なんかスクールの特待生から SK になった子がいますよみたいなやつを見て、なんかすごいな、
すごいなって思いながら見てたんですけど、あのレッスン中とか結構目につく場所にあるのでいつもすごいなって思いながら見てたんですけど、すごいまさかの、一緒に活動できる日が来るとは思ってなかった。嬉しい。私もなるって思った思ったんじゃないかな。そう、あの特待生になった時はまだ SKE のこととか全然知らなかったんですけど、でも特待生として活動していくにつれて、なんか公演とか見学させていただいた時とか周年コンサートとかそういう時もあったりして、それでなんかいいな、 SKE っていいなって思うようになりましたなりました。そうです、はい、テストスクールの後輩入ってくるかな、もしかしたら入ってくるかもしれないよね。楽しみ。特待生になるのもオーディションとかってあるの？ありますよ。私はオーディションで受けました。なんかもともとスクール生とかだったわけじゃなくて、普通にオーディションを受けてみたいな特待生になりました。そう、なんか特待生って響きなんかちょっと特別感あるよね、特待生ってね。林美玲さんはどこで知ったの？あれは確か14周年コンサートの時かなに、あの見学をさせていただいたんですけど、特待生の時に、その時になんかミレイさんのソロ曲、私の時計だったっけみたいな、あのソロ曲を歌ってるのを見て、この可愛い方は誰だろうってなって調べて、あ、林ミレイさんなんだってなって、それからミレイさんが好きです。一目惚れ、本当に。そう、この可愛い方は誰なんだろうってなったのが始まりです。恋だ、そう、もうほぼ恋ほぼ恋かもしれないです。ほぼ恋。スクール時代は SKE の曲だけ踊ってたの。なんか SKE の曲がメインだったかもしれない。他の曲とかも踊ってたりしたんですけど、そう、いろんな曲は踊ってました。愛してラブルやってた印象。そうですよね、私も愛してラブルが多分初めてスクールで覚えた曲なんですけど、大変だった大変だった。まだダンスも歌も未経験だったので、やばい、本当に周りの子についていけなくて、そう、しかも周りの子がダンスも上手いし歌も上手かったので、大変なんていうの、大変でした。なんかその周りの子ができてるけど自分だけできてないみたいな感じだったかな。そう、落ち込んじゃう時もまあありましたね。ありました。すごい大変だったけど、今では多分その時よりかは成長できてるんじゃないかなと思います。でもステージに立つこととかはすごい楽しかったです。レッスンとかももちろん大変だったけど、でもステージに立ってすごい楽しいなって思いました。そのステージに立つ楽しさがあるからこそですよね。
なんかちょっとなんかあれですね、深い話みたいな感じになったかもしれない。でも、まあ、今でももちろん大変なこといっぱいありますけど、でもその分楽しいこともいっぱいあるので楽しいです。未完全 TV のドキュメンタリーを今見たら恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいかも。そのなんかすごく恥ずかしいかもしれない。ね、懐かしい。もう1年も前のことなんですよ。もう1年経ったんだよ。1年経って前髪も薄くなったし、ね、前髪も自分でセットできるようになったし、メイクもできるようになったし、公演デビューもさせていただけて、すごい嬉しいですね。まだ一人では寝れない。もう寝れるようになりました。あのこの前9月かな、9月の幕張の時もう一人で寝たんですけど、なんかお風呂も一人で入ったんですよ。もちろんお風呂はいつも一人で入ってるんですけど、なんか一人の部屋で一人で入るっていうのがなんか怖くて、なんか怖かったんですよ。だからあの iPad で YouTube をあの他の隣の部屋の人とかの迷惑にならない程度に大音量であの YouTube のなんて言うんですか、メイク動画を流しながら、そうあのお風呂に入りました。ちょっとね怖かったです。でもあの YouTube のおかげで大丈夫でした。よかったよかった。なんか、まあ、私はホラーゲーム実況とかも見るのがすごく好きなんですけど、やっぱりその怖い時にホラーゲーム実況いくら面白い方だったとしても見るとなると、その怖いじゃないですか。なんかねBGM とか怖いとかありますから、だから楽しいメイク動画を見ながら頑張ってお風呂に入りました。楽しかったです、ね、お風呂の時間も楽しかったです。おかげでよかったよかった。よかったよ iPad 持ってていつも iPad にお世話になってます。そういうそのなんか寂しいなって時とか、ほとんどあれですね、あの遠征の時 SKE で、そう、まあ、遠征の時はもう iPad にめちゃくちゃお世話になってる。あとフリVとか見たりする時とかも使う。 iPad 使ってダンス覚えたりするのしますよ。はい、なので iPad にお世話になってます。 iPad はあの小学校の卒業祝いでお父さんがプレゼントしてくれたんですけど、お世話になってます本当に。フリV動画判定する機能あるの、なんか鏡越しなので後ろから撮ってて鏡越しみたいな感じなので、なんか判定はしなくても大丈夫。最近は一人部屋が多いの、二人とかは少ない。もうみんな一人部屋だと思います。二人部屋になったことはですね一回だけしかないです。北海道にあのチーム K2 さんのチームコンサートについて行かせてもらった時に、まあ、ちょっとその時はまだ一人で寝れなかったので、さつきちと二人部屋で一緒に二人で寝ました。はい、でもそれ以外はもうずっと一人部屋です。その二人部屋になったのもマネージャーさんがなんか寝れないって言ってたから二人部屋にしといてみたいな感じで、ね、ありがとうございます。そう、ありがたい。もうでも今は一人部屋、一人で寝れるようになったからね。成長したね。
そうですね、成長しました。だいぶだいぶこの1年でできることが増えたんじゃないかな。パスポートも忘れてなくてよかったね。パスポート、でもなんかあの冗談でなんか誰かにあのパスポートいるんだよみたいな言われたんです。え、持ってきてないみたいな感じになって、で、あの国内だからいらないよみたいな感じで、ちょっとあの冗談を言われましたね。誰かに、誰だったか忘れたけど、そう、国内だからね、北海道は国内だから。冗談だと分かるのは SK だと優秀かも。でも私飛行機に乗ったのが初めてだったんですよ。それまでも怖くて乗れなくて、ね、初めてだったので、あのパスポートとかよく分かんなくて、だからえ持ってきてないって思って一瞬めっちゃ焦りました。そう、それだけはあれでしたね飛行機に乗ったことがなかったからね。そう、なんか飛行機乗ってどっか行きたいねとか言ってたんですけど、なんかテレビとかであるじゃないですか、なんかその飛行機のなんか事故のやつみたいな、あれ見ちゃってもうなんかあれなっちゃって怖いよってなっちゃったんですけど、実際は全然大丈夫でした。すごい快適なフライトでしたね。あのなんか滑走路をビューってやる時もおおみたいなすごいなんかすごいみたいな感じで、あ空飛んでるみたいな、そうなんか北海道の近くになった時はすごいなんかすごいみたいな感じになって、広大な大地だと思ってすごかった。飛行機好きのサーターもいましたね。そうですね。サーターもあれで、あの飛行機に乗ったのが初めてだったらしいんですけど、それで飛行機が好きになったらしいです。そう。ね、でも飛行機ってすごいよね。なんか車内でなんか飲み物とかもさ。サービスしてくれてさ、ね、すごかった。なんかどうやったらこんな空を飛べるんだと思ってびっくりしました。技術ってすごいですね。でも私は技術はあんまり得意じゃないです。回路とか電気の回路とかダメです。そろそろ本日の甘い言葉をお願いします。そうですね、じゃあ今日は今日食べたものいきます。いちごヨーグルト、はい、いちごヨーグルト、いちご大好きな、いちごのヨーグルトだったんですけど、なんとあの父安さんのいちごヨーグルトでした。美味しかった。そう、父安さんのヨーグルトはあの蜂蜜ヨーグルトみたいなのがすごい好きで、そうこの前も食べた。美味しい。はい、皆さんもぜひ食べてみてください。おすすめは蜂蜜ヨーグルトです。アニメで技出す時の掛け声みたいでした。え、本当？なんかね、なんだろう。最近漫画とか見てるからかな。チーボーはまだ元気ですか？チーボー元気ですよ。お家に飾ってあります。なんかつけるのがもったいなくてつけれない。なんか万が一落としたりとかしたらもう、うん、チーボーってなるじゃないですか。だからちょっと家に大事に飾ってあります。美味しいよね、朝とかに食べるのが美味しいね。保存用ですね。そうです、保存用です。もうすごいなんか3つも4つもとかあったら保存用使うよみたいな感じじゃないですか。なんか
あるよね、保存用使う用、これは保存用でこれは実際に使うやつでみたいな感じですよね。もっと可愛くいちごヨーグルトって言ってみて、いちごヨーグルト いちごヨーグルト、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 かわいく、いちごヨーグルト、いちごヨーグルト、いちごヨーグルト、はい、もうこれが、これが、はい、これが かわいいのかな、いちごヨーグルト。でもなんかいちごヨーグルトって響きが可愛いよね。もういちごっていうだけで可愛いから、ヨーグルトつけるとさらに可愛くなる。何言ってるんだろう本当に。いちごヨーグルト、キュアキュアですわ、キュアキュアですよ、キュアキュアいちごヨーグルトね、あのなんか色もピンクで可愛いので、皆さんもキュアキュアに、キュアキュアになってください。いちごヨーグルトを食べてバニラヨーグルト、ヨーグルトもめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。あのなんかバニラビーンズみたいなのが入ってて美味しい。なんかちょっともったりしてる感じがいいんですよ。プリキュアの新作アイドルだね。そうなんですよ、もう楽しみ。なんかどんな感じになるんだろう。なんかアイドル、アイドル、君とアイドル、プリキュア、私アイドルになれちゃうのみたいな。君とアイドルだからね。そう、君とアイドルだから、あの君とアイドルってなってるからそう、私も自分もアイドルになれちゃうかもしれない。そうだからちょっとプリキュア楽しみ。変身グッズとかもどうなるんだろう、マイクとかになるんかな、なんか楽しみ可愛い感じでプレーンヨーグルトってお願い。プレーンヨーグルト、微妙ちょっと待って、プレーンヨーグルトダメですね、これは。ちょっと可愛い感じで言ってくださいってなるとちょっと恥ずかしくて言えないですね。アイドルミヤビームください、アイドルミヤビーム、あ、アイドルのポーズってなんだろう、アイドルミヤビーム、うわー、アイドル、あ、アイドル、アイドル、ミヤビーム。でも本当にプリキュア楽しみ。楽しみ本当に。寝相もアイドル目指して。ちょっと寝相だけは寝ている間の無意識なので直せないですね。うん。でもなんか最近プリキュアのグッズとか見ちゃうと、え、なんか可愛いみたいな、あのどうしてもプリキュアのコスメ、あのお湯で落ちるみたいなやつ、プリティホリックっていうんですけど、あれのやつがどうしても欲しくて、だからどうしようかなって今悩んでます。ミヤビームの妖精はサメだね。そうですね、サメさん、サメさん今ちょうどいますよ。よいしょ。ほら、久しぶりシャーくん。やっほー。久しぶりのシャーくんです。元気してたみんな。シャーくんだよ。元気みんな。僕は元気だよ。やっほー。シャーくんだよ。久しぶりのシャーくんです、皆さん久しぶりですね。シャーくんはいつもミヤビームの横で寝ててね、ちょっ
とあのなんかあのちょっとあのなんていうの寝相でどっか行っちゃうこともあるけど、すごく元気だよ。すごく元気すごく元気だよ、シャークンは。やっほー。まあ虹だ、キラキラだ、ありがとうございます。シャックもありがとうシャックありがとう、ありがとうございます。じゃあちょっとシャックもちょっとここにいてください。はいはい、はい、以上シャックでした。はい、久しぶりのシャークンでしたよ。みやびちゃんが寝てる間に泳いでるんだね。そうなんですよ、シャークンは私が寝てる間にねちょっと泳いでどっかに行っちゃうので大変ですね。そう、これはあのゲームセンターの UFO キャッチャーで撮れたものなんですけど、最初はお母さんが欲しいってなったんですけど、まあ、結局は私が使っておりますね。そう、シャークンはずっと私の横に置いてあります。はい、はい、シャークは、ま、寝てる間も泳ぐということですごく元気ですね。うんうん、そろそろ前髪切る頃かな。確かにちょっと長いかも。今日はあの寝癖直しスプレーで直しただけなので、でなんかちょっとパリパリするやつ塗っただけだから、もうちょっとクッとすればクッとすればなんかいい感じになるかもしれないけど。ぷよぷよの強いお母さんですか。そうです、ぷよぷよが異常に強いお母さんですうん、強いぷよぷよ。なんか子供の頃にやってたらしいですけど強いです。前髪はママビームに切ってもらうのが一番。そうですね、ママビームに切ってもらうのが一番なんですけど、この前あの美容室に行って前髪を切ったんですけど、その時になんかすごいなんか綺麗になったんですよ。あ、なんかこんな綺麗になるのみたいな。そうだから前髪を切ってもらうとき、ちょうど美容室に行くときと重なったら美容師さんに切ってもらうかな。テトリスも強い？ママ。どうなんだろう。でもテトリスやってたらしいです。多分強いんじゃないかな。でもなんかお母さんが言ってました。なんかテトリスやってるとなんか寝てるとき寝るときとかに目つぶるとなんかテトリスのなんか積むやつが出てきて、あ、積まなきゃってなるらしい。なんかね、そんなテトリスがあれなんですね。こうやって目をつぶるとなんかテトリスのやつが出てきてなんか上から多分降ってきてみたいな、あ、なんか積まなきゃってなるらしい。そう、お母さん曰く。はい、脳がテトリスに支配されてる。そうですね、多分その時のテトリスめちゃくちゃやってたお母さん時代はあの多分すごいテトリスの夢ばっかり見てたんじゃないでしょうか。そうなんじゃないでしょうか。ちょっとお水を飲みます。売れてしまいました。今日のみやび今売り切れましたか待って売り切れましたか、売り切れましたか。そうですね、なんかすごいなんかどこの方言みたいな感じだったです、感じでしたけど、はい、それじゃあいきます。みやび、うわー、
ミヤビームです。本日2回目のミヤビーム。ミヤビームは今ミヤビちゃんの夢ばっかり見てると思います。嬉しい。すごい、それだけ多分きっと私のことをたくさん考えてくれてるってことですね。ありがとうございます。2月9日の3部の握手会完売したの知ってる？知らなかった。ありがとうございます。はい、ちょっとミヤビームの後に言うことではないかもしれないんですけど、皆さんありがとうございます。そう、この前の特典会とかも完売させていただいた部とかもあってすごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、可愛い格好でお待ちしてます。2月9日はなんだっけ、服装は。2月9日はなんだったっけな。2月9日、2月9日はそうですね、2月9日は可愛い私服だって。はい、可愛い私服楽しみにしててください。ちなみにちょっと他のやつも言いますと、1月11日のスカイ愛知スカイエキスポさんは16周年コンサートで来た、研究生曲とかの時に来たリボンたっぷり衣装で、12日はアイドル風の可愛い私服で、2月8日は珍しいかもしれない可愛い私服、2月9日は可愛い私服、はい、ということです。ぜひ楽しみにしていてください。珍しいかもしれない可愛い私服はですね、特典会では多分あんまりないんじゃないかな、来たことが。だから楽しみにしていてください。写メ会ミヤビームしに行きます。お、じゃあ一緒にミヤビームポーズして撮りましょう。ミヤビーム楽しみに待ってます。基本いつも可愛いってことですね。そういうことになるのかな。ありがとうございます。なるほど、ギャル服ですね。ギャルではないけど、なんかちょっといつもと違うみたいな、そのなんていう雰囲気とかじゃなくて、雰囲気もそうかもしれない、形が違う、なんか形が違います。ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで気になるじゃないですか。まあでもそのお楽しみですよ。そうやっぱりそのギリギリまで、今日のミヤビームなんだろうって考えといた方が多分楽しいと思うんですよ。だからぜひ楽しみにしていてください。ミヤビームかわいい、やった、ありがとうございます。嬉しい。働く細胞の実写版が公開するね。ね、ちょっと見たいんだよね。見たいんだよね。そう、まだ漫画は見てないんですけど、アニメも。でも実写版見ればなんとなくストーリーわかるかなと思って。感じ。迷彩服でミヤビーム招待。どういうことですか。ビーム招待。迷彩服。私あれですか、なんかその迷彩服着ますか。着ますか。迷彩服あんまり着たことないかもしれない。ないですね。ないです、あまりというかないですね。でもなんか自然に紛れそうなので山に行くときは良さそうですね。もしあのクマとかがわーわーってなったらあれじゃないですか。だから
熊から隠れるように迷彩服にするのもあり。山に行くときは。そうなので皆さんももし山に行くとなったら迷彩服着ていくといいかもしれないですよ。どういうことなんだろう一体。迷彩服着るといいかもしれない。まあ、私は山に行くことはないです。そんな自然なんて言うんですか、山に行くことはない。虫があんま苦手なので。鍵山のコスプレも楽しみにしています。鍵山のコスプレはするのかな。でもするとなったらもう全力でもうなりきりたいじゃないですか。だからもう絶対ウィッグとかも絶対かぶっちゃうから、せめてなんか皆さんが誰だろうこの子ってなっちゃうから、せめてカラスのジャージを着るぐらいがちょうどいいかもしれない。そうやっぱねコスプレするってなったら全力で再現したいじゃないですか。そんなメイク技術も何もないんですけど UA 高校の制服着るのは何日でしたっけ。 UA 高校なんだっけ UA 高校なんか聞いたことある。ヒロアカとかかな、わかんない。 UA 高校ヒロアカ私見てないんですよね実は。そうオタクがトツもらいに走り込んじゃう。私はじゃあセッターで頑張ります。もし鍵山のコスプレをするとしたらセッターで。絶対できないよ、頼りなさすぎる頼りなさすぎるセッターですね。はい、司令塔みたいな、チームの司令塔みたいになれるわけないですよ。そんなみたいな、なんかどっちでもいいよみたいな、なんかどっち投げるみたいな、ああみたいな感じですね。本当にそんな司令塔にはなれないですね。セーラームーンのコスプレしてるのはこちらですか。してないです、してないですよ。多分なんかどこかにいらっしゃいますね。どこかにいらっしゃいますね。はい、セーラームーンか。セーラームーンはあれですね、なんか月に変わって押し受けようみたいなやつですよね。しれっと司令塔、ミネビームダジャリーさんに認定です。おめでとうございます。しれっと司令塔いいですね。キュアブロッサムのコスプレはこちらですか。キュアブロッサムってあれだっけ、プリンセスプリキュアだっけ。キュアブロッサムか、かわいいよね。私はプリンセスプリキュアだったらキュアトゥインクルが好きです。たぶんキュアブロッサム、違う、なんだっけ、ハートキャッチプリキュアだっけ。なんだっけなハートキャッチか、ハートキャッチですね。ハートキャッチでは、ごめんなさい、ピンクのハートキャッチのピンクの一つ結びの子ですよね。うん、プリンセスプリキュアなんだっけ、キュアフローラルだ。フローラルとブロッサムってちょっと似てますよね。来年のプリキュアはアイドルらしいからみやびちゃんも出演しますか。いや、今のところ出演予定はないですねないですね。自分はライダーと戦隊を見てたからプリキュアは全然見てない、ね、私もでも見てましたよ。プリキュアの後か前とかにやってたので、なんだっけ、星座のやつ、キュア、ライダー系はあれです、なんか ドライブみたいなやつなら覚えてます。車のやつ、他はあんまり覚えてない。
土日休みでプリキュア20年間暇な時見てます。おすごい、私も見たいですね、プリキュアの20年間の歴史を見てた、見たいですね見たいです。今 YouTube でドライブ配信してるよ。そうなんだ、知らなかった。でも結構前ですよね、懐かしい。すごい、なんか車のやつですよ。アイプリは秘密のアイプリですか、あのアンズさんがお好きなやつですか、あのですよ、プリパラ、あとプリズムストーンもちょっとやってました。プリパラ、プリプラはタモチケパキロパキですね。なんかポケットがあるんですよ、そのゲーム機の横に。なんかトモチケっていうなんかやつを入れるのがあって、入れてみたいな、トモチケパキロって言ってなって、入れたら他の子のトモチケがもらえるよみたいな感じで、うわーパキってたトモチケパキってたな。いや懐かしいですね、トモチケパキロ。あの 3DS のゲーム持ってました、トモチケパキロ。久しぶりにやってみようかな。友情もチケット制なのかなんかちょっと友情もチケット制ってあれですね、あのまあのなんていうんですか、他の子のなんかゲームをプレイするときに、なんかプレイヤー一人で踊るんじゃなくて、他のなんかバックダンサーとかもつくんですよ。でそのバックダンサーにできるよみたいな友チケを読み込むと、その他の子が他の子のキャラクターをみたいな感じ。そう、パキってたがガチ、そう友チケパキってました、めっちゃ懐かしい。アイカツもやってました、めっちゃアイカツやってた、保育園の時とかもうアイカツやってた、アイカツやってました、本当にアイカツ大好きみたいな、アイカツとプリパラ大好きみたいな感じで、めちゃくちゃカードも集めてましたし、懐かしい懐かしいですね。アイカツのゲームも持ってます、持ってますよ、持ってます、 3DS のやつ。今なら仮面ライダーガブっていうお菓子のライダーやってるから、ぜひチェックしてみて。お菓子なんだ、面白そうですね。なんかお菓子ってだけで面白そうですね。ね、お菓子が好きだからね。カード今も保管してるんだね。そうなんですよ。なんて言うんですか。もう、その、友チケパキロみたいなカードは持ってないんですけど、あの、ソフト、ゲームのソフトのカードなら持ってます。そうで、なんかもう多分、どっか処分したんじゃないかな、あの、カード。なんか処分したくなかったんだけど、どうしても断捨離しなきゃいけなくて、アイカツなあ、もうまた友チケパキりたい、もう友チケパキろって言いたい、言ってないけど言ってないけどね。みやびちゃんお菓子何か作れる、作ったことがないんですよお菓子を。ホットケーキぐらい、ホットケーキとか栗きんとんぐらいかな。栗きんとんはなんか学校の調理実習みたいなので、家でなんかお正月にのおせちに入れるものを作ってきてくださいみたいので、栗きんとんを作ったんですけど、まあ多分作ろうと思えば作れるんじゃないかな。測るやつとかもあるし。ホットケーキ食べたくなってきた。ね、私も最近すごいホットケーキが食べたいんですよ。ホ
ットケーキは定期的に食べたくなります。なんかでも他にもなんかクッキーとか作りたいなと思って、あのオーブンにもなる電子レンジを買ったんですけど、あの電子レンジを買い替えるときに、せっかくならなんかクッキーとか作りたいしオーブン付きのやつにしようって言って買ったのに一回も使ってないですね。そういうのが多いね本当に。あのたこ焼き器も使ってないし、そう使いたいところなんですけれどもね、本当にたこ焼き器たこ焼き器でたこ焼きパーティーしたいなとかなったんですけど、あのできてないですね。毒味は任せて、毒味じゃない、そんな美味しいよ多分味は美味しいと思うからね。味は美味しいと思います。毒味じゃありません毒味じゃない。タコパ呼んでくださいね。タコパ、呼べる時があったら呼びますね。はい、あの店員がね、あの決まっていますので、はい、12期でタコパ配信しよう。したいかも。12期でタコパ配信めっちゃ楽しそう。みんなで何入れるか絶対戦争になるしなんで、なんかタコだ、いや、なんかチョコだみたいななりそうだね。好みがバラバラだからね、12期は結構。うち今日たこ焼きパーティーを、じゃあたこ焼きパーティーしちゃってください。そう、私もいつかたこ焼きパーティーしたいな。そう、おじいちゃんとかおばあちゃん家でならやったことあるんですけど、本当に数える、もう私の記憶があるのは1回しかないですけどもうね、たこ焼き器って多分洗うのとかが大変だからね、多分なかなか使わないんだよね。あのなんかあれとかありますよね、罰ゲーム用のたこ焼き、デスソースとか入ったやつ。そうだから楽しそうですね、たこ焼きパーティーしてみたい。たこ焼きパーティー、みやびちゃんはたこ焼きにホタテ入れそう。確かにホタテがあったらホタテ入れるかも。ホタテあるじゃんみたいな、タコも入れちゃうみたいなちょっとね、タコとホタテって絶対美味しい。洗わずに永遠とたこ焼き作ってたらいい。そんな電気代もかかるし、あれですよ、ちょっと衛生面的に、まあ、確かにそれがまあ一番いいと思うんですけどいいのかわかんない、寝る間も惜しんでたこ焼きみたいな、寝たいよみたいな感じで寝る間も惜しんで作ることになるので、ちゃんと寝ましょう。たこ焼きでラムネとか入れそう。ラムネは入れないよラムネは入れないですね。ミータンはチーカマ入れそう。ああでもチーカマ美味しそう。ホタテはバター焼きで食べたい。確かに一番美味しい。全部美味しい。全部美味しいよね。24時間耐久タコマ。絶対その24時間耐久する前にお腹いっぱいになります。はい、ということでいつかたこ焼きパーティーをしてみたいですね。なかなか時間がねないので、同期とかともそういうのもしてみたい。いつかしてみたいですね。チーカーは美味しそうあれですよね、なんかどっかの制服の目の時になんかチーカマのことを誰かがチーカマって聞き間違ってチーカは美味しそうね、あれはツボですね。まあいつかそういうのもできたらいいなと思います。ということでそろそろ配信を終わりたいと思います。皆さん今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。最後にランキング読みをして終わりたいと思います。13位、ドヤ顔猫さん。
ありがとうございます。12、赤色のトップスさん、ありがとうございます。11、黒ジャケットさん、ありがとうございます。10位、パンダの着ぐるみさん、ありがとうございます。9位、青髪勇者さん、ありがとうございます。8位、リスタヌキさん、ありがとうございます。7位、ギャル猫さん、ありがとうございます。6位、マイメロを持ってるクロミさん、ありがとうございます。5位、クマさん、ありがとうございます。4位、緑のトップスさん、ありがとうございます。3位、平成持ってるメガネさん、ありがとうございます。2位、応援してるシナモンさん、ありがとうございます。そして1位は長谷川のあちゃんの旗持ってるさん、ありがとうございます。皆さん、今日は配信を見に来てくださりありがとうございました。また配信するので、その時はぜひ見に来てください。それじゃあバイバーイ、またねまたね、バイバーイ、ありがとうございました。またぜひ見に来てください。はい、またねまた配信するからね、バイバーイ、またねー、ありがとうございました。